26日午前、札幌市豊平区の住宅街などで鹿の目撃情報が相次ぎ、警察が警戒を強めています札幌市豊平区豊平3条2丁目の共同住宅に取り付けられた防犯カメラの映像駐車場に現れたのは1頭の鹿です周りを見渡しながら歩き回った後 何かかにに驚いいたたのように駆け出ししてて柵を乗り越え去っていきました豊平区では26日午前10時前に豊平4条3丁目の寺の敷地内で午前10時過ぎには豊平3条4丁目と豊平2条4丁目の路上でそれぞれ鹿の目撃情報が警察に寄せられています。 鹿は体長1メートルのメスとみられていて、警察が巡回したものの発見には至っていないということです。警察はパトロールを強化するなどして警戒しています。